新潟のへラジオ。はい、こんにちは。新潟のへラジオ、一戸信也です。今日はですね、ホルモンの、画像を用意しました。これですね、去年私食べに行ったんですけど、小出というところですね、魚沼市の小出という町、まあ元小出町というところのお店で食べたものなんですが、魚沼のこう、まあ学生です、もう卒業しちゃったんですけど、魚沼から来てた学生の人に学生に教えてもらったんですね。で、ホルモン食べるんですよみたいな話になって、でいろいろ調べていった時に、まあ分かった話と、いうのをお話ししたいと思います。で、ホルモンを魚沼で食べるっていうことなんだけど、まあまずその食文化ですね。小出っていう町は食文化にが恵まれていてみたいな話なんですよね。それで、食文化に恵まれているこの小出というのはどこから、その食文化がこうなんていうか外食文化が盛んになっていくかというところで出てくるのが、今日なんて書いたかな、まあ、奥多摩ダムの建設というのがそのきっかけだというふうに、まあ、よく語られるわけですね。で、奥多摩ダムってはその只見線ってね、鉄道好きな方よく話題になりますけど、奥多摩ダムっていうのは要するに戦後のまあ巨大プロジェクトですね。その新潟と福島の県境の山の中にダムを作って、その、まあ、戦後のその電源開発の一大事業として行われるわけですが、まあ、これはかなりの難工事だったと。さっきちょっと調べてみましたけど、よくわからないですよね。昭和20何年かな、に、まず土地買収がなかなか大変だったということと、それから、奥多摩美そのダムの建設現場までの、まあ、道を確保するというのもかなりの難工事で、まあ今、奥多摩美シルバーラインというですね、まあ何キロですか、ずっとトンネルくぐって、奥多摩美湖まで行く道ありますけど、そこも建設するのに、まあ、かなり時間がかかり、まあ、要するにそのトンネルをくぐって、ずっと真っ暗なんですよね。で、あのトンネルをくぐって、工事用のその資材、車両がこう通っていって、で、工事を行うということで、最終的に完成するのが昭和35年、36年。で、なので、工事が、本体工事が32年に始まって、それだけでも4年近くかかってるわけですよね。で、その前に、その、道路をその作っていくところから、数えて9年と言いましたかね。まあ、ものすごい長期間にわたって、まあ、この工事が行われていたということなんですね。で、というわけで、まあ、9年、まあ、10年近くずっとその、奥多摩の建設という大事業が行われた結果、まあ、要するにその工事関係者がみんなこの辺にこう住むわけですよね。で、その拠点になったのが、まあ、どうも小出というところだということのようですね。で小出の町にはその結果、要するに飲食店街が、まあ、かなり広がって、飲食店のその何でしょう、レベルが高いと。前、小出じゃなくて、魚沼市役所の人に直で言われました。小出の飲食店はレベルが高いですから、みたいな。まあ、そんなでもなかったな。そこまで、キリでもなかったんですけど、おっしゃってて。まあ、でも、まあ、そうなんだと思いますね。それだけ、たくさんのお店ができていって、要するに、飲食店が栄えたと。いや、今はもうそこまで見る限りもないです。そこまででもないですけど、でもひょっとしてでも小出の町の規模感からしたら飲食店が大きいのかなっていうことなんですね。で、まあそこでいろんな人がこう、まあ行き交うわけですよ。新潟の人だけじゃなくていろんな人がこう行き交って、でね、まあ飲んだり食べたりするわけじゃないですか。だからお店がいっぱい発展していくわけですが、まあその中で、そのホルモンというのも出てくる。
いうことなんですね。前なんかのね、展示でこう見たときに、なんだっけな、ちょっと何の展示だったか忘れましたけど、その、何かの展示会で、博物館の展示で、再びダムの建設の話のことが出ているときに、まあ、この建設が盛んだった頃の、新潟日報の記事が出ていて、いわゆる売春行為が、その、小出でも行われていて、問題になっているみたいな記事がちょっと貼ってあって、と思って読んだんですけど、その記事は確か、その、表面上は普通の飲食店のようでいて、実は、中では売春行為みたいなのが行われているらしい、ということで、それを、警察も把握しているんだけども、そこを取り締まるまでには至らないみたいなことが、堂々と新潟日報の記事に書いてあって、警察も頭を悩ませているみたいな記事が出ていました。まあね、それはそのもう何十年もね、50年も前の話ですから、もう昔のことですけど、でも、まあでも、そういう話が出るぐらい、その小出の町というのは、その夜の歓楽街も栄えていたと。まあそういうことなんだと思いますよね。で、それで、ホルモンね。それで、そのホルモンというのも、まあ、なんでこの魚沼で食べ始めるのかというと、どうもやっぱり新潟の人たちのその食文化の中には、ホルモン食べるっていうのはなかったみたいですね。なんだけど、いや、多分そんなにどこかできちんと証言が取られたものではないと思いますけど、交換言われているところでは、やはりその、ダム建設の現場にやってきた人たちで全国からいろいろやってきて、それでその、こういうもの食べれないかみたいなのを、こう、お店の中でやり取りしているうちに、まあどうも豚の臓物を、食べられるんじゃないかということをお客さんが言ったんじゃないかっていうんですね。それで、実際にはだから、その魚沼あたりでも豚がね、たくさん飼われていたんでしょう。そして、新鮮なそのもつが手に入るというので、で、その結果、まあ、この、小出が、まあ、本拠だと言ってますから、まあ、わからないですね。まあ、その、魚沼界隈で、この、ホルモンを食べるようになってきていると、いうふうに、聞きました。で、ホルモンはですね、小出でも、まあ、盛んに食べられているんですけど、湯の谷っていうね、魚沼市の中でも、湯の谷村だったところに、聖二郎っていう肉屋さんがあって、ここがあれですよね、米山さんっていうね、元、の知事の今度選挙に出るとおっしゃってますけど、米山さんのご実家だっていうふうによく話題になりますよね。なので、まあ、だから、魚沼だけではないのかな。多分、魚沼だけではない、小出だけではないんだと思いますけど、まあ、その辺の地域で食べるようになると。で、じゃあ、ホルモンの話で。で、ホルモンね、魚沼の場合は、っていうか、魚沼の人に聞くと、魚沼の場合はね、そのまま生で食べますからねっていうのが一つで、湯通しとかこうしないで、そのままこう食べても美味しいというですね、フレッシュな、フレッシュなホルモンが手に入るんですと、いう話だそうで、確かに、そんな感じがします。で、それを、まあ、食べます。で、大体、その、お店でもそうですし、あの辺の人たちの、その、なんていうか、夏の、ほら、バーベキューとか、焼肉とか言っても、大体、メインは、ホルモンになるんだそうですよね。で、その、魚沼出身の、その、学生ね、当時の学生に教えてもらったんですけど、その、白っていうね、白って何でしょうね。まあ、白いホルモンですよね。まあ、それを、まあ、食べるのがメインだと。で、それは湯通ししてないんでね。で、それを、白に始まり、白に終わるとか言うんだと。それはわかりません。それは彼女の界隈で言ってるだけで、なんですか。小出の人みんながそう言ってるかどうかわかりませんけど、まあでもそれぐらい、その、要するに白と言われるホルモンが、メインなんだと。いうことですね。で、焼き方もですね、焼き方この写真にこう、ちょっとそのつもりで出したんですけど、こう、ドバッとこう、一皿、一人前とか来たら、それを一気にドンと入れるのが大事だと。ちょろ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 こう焼肉で、ね、一枚ずつ乗せるみたいなことはしないで、ドンと乗せて、
そしてそれをこう少し、積み上げたみたいな感じにしておいて、そっからどうするんだったかな。まあそっからこうやっていくと美味しく食べられるんだと、いうので、まあちょっと写真あげましたけど、なかなかな絵ですよね、これね。まあ私別にホルモンとか食べるので全然平気ですけど、苦手な方はちょっと絵的にもどうかなっていうぐらいの状態なんですけど、いやでもね、確かに美味しいんですよね。美味しいです。で、だから、まあみんなこういうのを生で食べるというのが、小出のあたりの人たちの、食べ方なんだそうです。で、私も、だからいろんなところでこういうの食べてみたいなと思うんですけど、その彼女に聞くには、やっぱり新潟市内とかね、にはもうあんまりないっていうんですよね。まあ、あまり私も知らないですね。いや、基本的にはですね、やっぱり魚沼っていうか、小出のあたりの人たちが食べてるもので、長岡がどうかわかりませんけど、新潟市内ではあまりこの生ホルモン文化っていうのは、聞かないですよね。だから、多分あの辺だけの、ものなんではないかなと思います。でもね、美味しかったですよ。私が行ったのは、山にっていうお店で、よくテレビに出てく、その後よく見てたらテレビによく出てくる、山にっていうお店で、なんか予約してもらって行きましたけど、ふらっと行っても入れないみたいですよね。だから相当な人気のお店で、今どうしてるんでしょうね。今どういう風にしてるか、このコロナとかになる前に行ってますから、今どんな状態かはわからないですけど、でもまあ人気のお店、だと思います。はい。というわけで、紅葉の季節とかに奥只見のそのシルバーラインをドライブしてこう帰ってきて、で、その後、小出でホルモン食べるみたいなね。そういう流れでも楽しめるのではないかなと思います。あと、奥只見線どうですかね。奥只見線、ね、私もあまり乗ったことないですけど、奥只見線ね、ファン多いですよね。奥只見線に乗って、戻ってきて小出で、なんかというのもあるかもしれませんね。まあ、小出という町はもともと大きな町、大きな町っていうか、あの辺では大きな、町で、ね、かつて温泉とかね、スキー場もあったんですかね。だからそういうので栄えていたところなんですけど、やっぱりこう新幹線の駅がないんですよね。新幹線のこの流れから外れて、新幹線の駅は、湯沢、浦佐、長岡となっていて、その途中で魚沼市、いわゆる魚沼市っていうのがスキップされちゃってるので、なかなかそういう意味では観光でこう人が流れてくるというところの恩恵も受けられず、スキー場もだいぶ閉まっちゃったのかな、というような状況と聞いてますけど、まあこのホルモンはね、なかなか面白いですよ、文化としてね。面白いし、まあ、美味しいです。はい。新潟のへラジオ。